菅総理大臣は来日しているオーストラリアのモリソン首相と首脳会談を行いました。日豪両国が自由で開かれたインド太平洋の実現のために連携を強化していくことを確認をしたいと思います。菅総理が国内で首脳会談を行うのは初めてです。新型コロナ対策で制限されている両国の往来などについて協議しました。モリソン氏は帰国後2週間の隔離となりますが、中国を睨んだ安全保障問題など日本との関係を重視し来日を決断したということです。